はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルフィッシュです。では今回はハーツオブアイアン4太陽国プレイ続きをやっていきたいと思います。ここまでね、陸軍メインに増強してきていましたというところになります。で今ちょうどね研究枠が1個余ってますんで研究枠を使っていきましょう。どうしようかな、陸軍系、特に歩兵系で言うと次が1940年になるんだな。1個は改良型歩兵装備2を今研究中です。支援中隊とか入れる余力がないからな。強いて言えば砲兵かな、対空砲、ただ対空砲入れてもな、対人攻撃力上がって もちろん対空攻撃は上がるんですけどね。対戦車砲、対空砲、なんとも言えないな。野戦砲をさらに改良していく方がなんかいい気がするな。であとは建設周りちょっと見直しておきますか。まだね海軍の造船所を作っている最中なんで、この後っていうことなんですが、軍需工場と民需工場を1個ずつ作りましょう。でインフラよりも上に持ってきます。軍需民需の、いや民需軍需の順で作ろうかな。今貿易をしようにも輸送船がなくなってしまってるんで、輸送船を作るためにも海軍の造船所早くね完成させて輸送船を作ってもらいたいなっていう思いがあるんですよね。で輸送船を作った後は貿易に精を出すんですけど、その貿易にはね民主工場が必要になってきますからね。軍司令官かどうしようかな。対艦攻撃とか近接航空支援とか、そもそもいらないって話だからな。そうなると、志願兵のみをどうする？今、徴兵可能人口は 1.5% から限定的徴兵に変える？限定的徴兵に変えていきましょう。であとは政治顧問を入れて、どうしようかな。今だと画面のちょうどこの辺りに出ている民主主義が0。共産主義0、ファシストが20、人民党が80になっちゃってるんで、なんとも言えないよな。人民党は中道、民主主義、民主化するかって話だよね。ちょうどね、タイはクーデター、いわゆる軍事政権下にあるようなものではあるんですけどね、現在は。ここは民主主義の種も撒いておきましょうか。民主主義への動きということで民主主義の種も撒いておきましょう。ちなみに僕はちょうどねタイで軍事クーデターが起きた次の日とか次の次の日とかそれぐらいのタイミングでちょうどね包帯しましたね。もうキャンセルとかもできず多少の不安はあったんですけど、日常生活には全く問題がなかったんですけど、夜のお店がね早く閉まっちゃうっていうかなりの痛手がありましたね。それ以外はね、昼間の生活とか全く普段と変わらなく僕は生活できました。もしかしたらね現地に住んでる人とかね、いろんなところでしわ寄せだったり影響だったり、それこそね夜のお仕事する人なんかは、大ダメージがあったんじゃないかなとは思うんですけどね。じゃあまずは議論をさせて、民主主義の種をまいていきましょう。では時間を進めていきます。今ね戦争を始めているのか、日本が戦争を始めてますけどね、じわじわと日本が中国を侵攻させて進出してきている感じかな。ただまだまだアメリカとの戦争状態にはなってなさそうな感じがしますけどね。国家方針ですね。陸軍系一通りやったので特殊部隊まで来てますよね。で今は
工業系をメインでやっていたはずなので、この続きいきましょう。インフラを得るか、建設スロット1追加して軍事工場1つ得るか、まあ、軍事工場を得ようで、軍事工場を得たんで、どうする？ここは歩兵装備強化していこう。だいぶね、タイの歩兵の手段数も増えてきたんで、もうちょっと増えてきたらそれこそしっかりね、軍を編成していってもいいかなって感じがするんですが、資源不足か、何が不足する？そうだよね、鉄が不足するよね。かといってね、鉄を増やすにも、一応今だと輸送船これで本当に使い切っちゃった感じですね。ここ見てもらうと分かる通り、あと民事工場がちょっと足りてないかなってところかな。この辺りはもう少し輸入に使える輸送船の数と民事工場を増やしていかないと、結果的にきつくはなってきますね。特に全く足りないものというか、資源として取れないものが多すぎるんで、今国内で取れる資源はゴムが80と、あとはタングステンが2だけなので、これだけだとね、ちょっと立ち行かないかなっていう感じはどうしてもしてきちゃいますからね。さあ、じゃあ続いてなんですが、軍の最高司令官とか入れてもしょうがないからな。今出ているので航空系、対艦攻撃系、直営艦、潜水艦なんで、空軍とかね、海軍ばっかりで、この辺りの戦力事実上対持ってないに等しいんで、あんまり入れる意味を感じないんだよな。であれば貯めておきますか。でポーランドがドイツの最後通帳、おっとここで宣戦布告ですね。でポーランドが連合国に加盟したと。これで国際緊張が50に達しようかっていう状態か。これいつ戦争になってももうそろそろおかしくなくなってきてるな。まあ、ただこの単位近辺で言うと、イギリス系のインド帝国とフランスに囲まれているだけなんで、いきなり日本軍がそれこそこのマレー半島に上陸してくるってことはないと思うんですよね。あるとすれば、まあ、一旦フランスとかに上陸してくるか、もしくは陸路で来るっていうのも考えられるんですけど、この広大な中華民国を平らげながら帝国軍が来るにはだいぶ時間がかかりそうなんで、まだまだ戦時体制に移行しなくてもいいかなって気はしてますけど、まあ、とはいえ軍はちょっと編成しておきますか。そしたらそろそろ、まあ、一つ軍を作っておきましょう。第一軍としてさらに追加する。まずはここの部分で、じゃあまあいわゆるベトナムのところに対して、防衛線を張っておきましょうか。そうか、指揮官を
割り当てていかなきゃいけないんだけど、今いるのは一人だけか。まあないよりはマシなんで入れておきましょう。この辺の軍司令官はね、追加できたと思うんで、軍司令官は追加していきましょう。近接航空支援ぐらい、まあ近接航空支援まだ入れなくていいな。このまま耐えましょう。で、武装化への注力が入ったんで、また軍需工場、民需工場が作れる状態になりましたね。オランダも加盟したか。資源不足になってる。何が足りない。今度はタングステンが足りない。タングステンが足りなくても輸送船が足りないから何もできないんだよね。ちょっとここは我慢だな。そしたら一旦建設で、どうしよう。民需作るか、それとも軍需を作るか、なんとも言えないけどな。まあここは民需を作っておいて最悪軍需に切り替えるっていう策でもいいかな。あー、もう入ってますね。オランダが降伏って早いな。オランダの降伏の速さが半端じゃないわ。で、改良型野戦砲も入って、ベルギーが連合国に入ったと。なんかめちゃくちゃ忙しくなってきてる感じがするな。で、研究枠はどうする。改良型野戦の改善にか。これにするか、それとも工学系入れる。研究速度上げたいよね。研究所要時間がマイナス 3% になる。よし、これを入れよう。216は無理だな。先にこれを入れなきゃいけないしね。しかもいや、タングステンが足りなすぎるわ。まあ、でもね、結局造船所ができて輸送船を作らないとどうにもならないからな。お、自動車化大隊がようやく一部隊編成されましたね。これはじゃあバンコクに配備しておきましょう。いや、オペチョンがあったのが本当につらいね、前回。まだまだちょっと時間がかかりそうかな。タングステンが足りないから、生産ラインでいうと何が遅延してるの。タングステン不足による、改良型野戦砲を2工場でやっちゃってんだな。2工場もいらないよね、そもそもね。工場の数を減らしちゃうっていうのもいいよね。そもそもあれだな、改良型野戦砲を1回作るのやめましょう。これ今だって結構余ってるでしょ。で、代わりに違うものを作ろうよ。支援装備、ちょっと待ってね。未稼働の軍需工場があるって言われても、どうする。歩兵装備さらに増強する。そうなんだよね、支援装備って今使ってないんだよね。そうなると軍の編成の見直しをした方がいいよね。そうなんだよな。なんとも言えないよな。ちょっとでもそれにしても慌ただしいな。慌ただしい。一旦
ちょっと時間を止めさせてもらって、ヨーロッパの方の状態見てみる？どうなってんの？うわ、ドイツが完全にフランスに侵攻かけてる感じだね。イタリアもフランスを食おうとしてる。この辺りはなんか見慣れた光景ではありますけどね。そしたら徴兵をちょっと見ておく。ああ、兵員構成じゃないや。自動車化内隊を消しちゃったんだな。で、編成はまあいいでしょう。支援家計もまあこれでいいんで、まあ自動車化代替はこのままにしましょう。問題は歩兵の方なんだよね。なんか入れるもんあるかって話なんだけど、まあいらないか。自動車化代替をここに新たに追加する意味もないしな、正直言って。そうだね。そうすると、まあ、さらに歩兵装備を増強するか。これで鉄がちょっとまた足りなくなるかなって感じはするけど、しょうがないね。で、改良型の野戦砲は軍需工場を得たらまた割り当てましょう。今はまあいらないっちゃいらないんで、このまま進めていきます。まあ欧州ではもう対戦が始まりましたからね。完全に国家方針がもうちょっとでいくね。なんでそうすると軍団をちょっともう一個作っておこう。タイ、それこそイギリス対策っていうことで、新たに司令官をちょっと雇っておこう。同じ顔した双子の司令官が現れたって感じかな。パリが陥落した？早いね。パリの陥落早かったな。ちょっとこっちの方も様子見たいけど。ドイツに完全に侵食を受けてますね、フランスの方は。まあこちらもね、戦時体制に移行するっていうことで、軍をね編成しましたからね。ではちょっとね、今回時間が短いんですが、一旦ここまでにして、次回ですね、この続きさらにプレイの方進めていきたいと思いますので、引き続き何かお気づきの点とかあればですね、教えていただければ嬉しいなというふうに思います。あとはマレー半島の方にもね、軍をもう一個作っておきたいなと思いますので、そのあたりを次回やっていきたいと思います。
はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。